すぐは軽雄すぐはるおのお暇なら映画でもドーンドドーンということで今回はシリーズ第2回の独自解説に先立ちまして「新世紀エヴァンゲリオン」第8話から第14話までのあらすじを手書き紙芝居高速時短版。 では、行きましょう。とっても元気な女の子、総竜アスカラングレイが登場します。どうやらエヴァパイロットである自分に強いプライドがあるようです。同時に、ミサトさんの元彼であるカジリョウジも登場。案の定、人がやってくるけど、見事に勝利します。しかし、その裏で何やら不穏な動きが。 胎児状態のまま生きている最初の人間アダムと呼ばれる物体が火事から幻動へと渡されたのでしたダダダンダン第9話またしても人がやってきました今度のやつはなんと分裂するわけですミサトさんは2つの個体を全く同時に殲滅するユニゾン攻撃をシンジとアスカに行わせました 最初、全く息の合わない二人でしたが、徐々にシンクロ率が上昇。ついに完璧なユニゾン攻撃を行い、人を殲滅しましたとさ。ダダダンダン。第10話。浅間山の河口でまだ胎児状態の人を発見しました。生きたまま捕獲を試みようと思います。でも結局うまくいかずに殲滅に切り替えましたとさ。ダダダダンダン。第11話。 第三新東京市に大規模な停電が発生しました。予備電源も全て使えなくなって困っているところに人がやってきます。ネルフ本部に到着することすら困難なこの状況に焦る子供たち。でも、言動は彼らを信じ、手動でエヴァの用意をしていました。やってきた人は3人の力を合わせて無事にやっつけましたとさ。ダダダンダン。次、第12話。 衛星軌道上に超巨大な死とが発生。計算では自由落下エネルギーをそのまま利用しながら、ネルフ本部直上に落下してくるとのことでした。ミサトが出した作戦は、エヴァ3体の手でそれを受け止めるという無謀とも思える作戦でした。もちろん3人は使徒に勝利しました。そして、シンジ君は言動に褒められましたとさ。ダダダンダン。第13話。今度の使徒はウイルスタイプでした。 赤切りつ子博士が大活躍します大量のセリフが飛び交うアクションなしなのに緊張感はいつもの3割増しな回となりましたダダダンダン第14話これまでの総集編的前半パートとなりますね首都、えー、に名前があったということがここで初めてわかりますそして問題の B パートいかにもエヴァっぽい演出が開始されるこの B パートですね レイによる謎の詩が朗読されるという回になりますこの回でノンギヌスの槍が初登場します作業はレイが行っているということだそうですダダダンダン,ダンということでここまでがシリーズの第2部というふうになりますね1話につき1体の人を倒していくこの14話までということになりますまあアスカが登場してコメディ要素が一気に増えて 楽しいロボットアニメという感じがこのパートはするわけですけれども、それは偽りの仮面ということなんですよね。偽りの仮面を見せられている第2部という感じになるわけです。ま、この第2回の独自解説はですね、非常にテンポよく進みますんで、比較的短い動画になっていると思います。解説動画の肝となるのは、基本的にはコメディ要素が多くて楽しい お話の数々なわけですけれども、そんな中、時折出現するシリアスな一言というか、ハッとする瞬間というか、そういったところを今のは何だったんだろうっていうのを考えていくというのが第2回目の独自解説となりますね。そんな心を見るエヴァ、その2もですね、皆さんぜひ見てください。どうぞよろしくお願いいたします。一体一体ね、 一応、使との絵は描いたりしてますんで <laughs>、えー。その辺もちょっと注目して見てもらえたらなというふうに思っております。ということで、解説動画も皆さんよろしくお願いいたします。すぐはカルオでした。バイバーイよろしくね見てね